どうも、高知県から来ました主に特養林産物といって山で採れる山菜であったり椎茸であったりこういった桜のモチーフにしたものを商品として、紹介させていただいております。今回紹介させていくこちらの桜は、着色料一切使っておらずこちらのピンク色を出しており、素材にも、高知県産の桜をもとにレモンも高知県産を使用しております。その他にも商品いろいろ取り揃えておりますので、ぜひご来場ください。よろしくお願いします。